はい、ということで皆さんこんにちは、パクセイレンでございますけれども、本日やってきておりますのはヨーロッパの駅のような特徴をしております小田急小田原線の終点小田原駅。これからちょうどロマンスカーがやってくるということで、これに乗って新宿へ向かいます。乗ります列車は13時31分発特別急行箱根54号新宿行きです。箱根湯本からやってくる新宿行きの特急、最近ね特急料金値上がりしちゃいまして、小田原から新宿まで昔は910円だったんですけど、現在は1000円ぽっきり値上げではありますが、しかしそれでも料金形態が昔より分かりやすくなったのはいいことなのかなと思います。乗ります列車はこちらですね。2018年に登場しました。もう今年で5年目です。7万型 GSE、 もうデビューから5年も経ってるんですね。信じられませんけど、もうそんなに経ったのかと驚くばかりですが、現在 VSE がいない小田急においてフラッグシップとしての役割を果たしているのがこの車両。今回はこの小田急ロマンスカー GSE を皆さんにご紹介します。まあ前にね、うちのチャンネルでは GSE 何回も乗ってますんで、今更紹介する必要もないのかなと思いますが、しかしある程度うちのチャンネルでもね、もう最近では成長してきまして、登録者数も増えておりますし、まだね、うちのチャンネルの初期の小田急の動画ってあんまり見てない方多いんじゃないかと思いますんで、改めて今回はこの小田急ロマンスカーのフラッグシップ7万型 GSE に終点の新宿まで乗りながら、この車両の特徴などをね、皆さんにご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、まずは小田原駅を出発。ドアチャイムは N700 系新幹線と全く同じもの。時刻通り13時31分に新宿駅を失礼しました小田原駅を出発。隣には急行新宿行きが停車しています。この先海星と新マスターに止まり、新マスターからは快速急行新宿行きに変わります。最近ね、新マスターで急行から快速急行に、もしくは快速急行から急行に変わる電車増えましたよね。この時は確か1月の終わりぐらいだったと思いますが、箱根はこの時期でも観光客が多いということもありまして、この時間帯まだお昼過ぎなんですけどね、それでももうこの時間帯から東京方面に帰るお客さんが多くいらっしゃいます。東海道本線、そして東海道新幹線とお別れ、この新幹線の高架橋を抜けた先のあたりで車内チャイムが流れたんじゃなかったかなと思います。箱根54号新宿行きです。停車駅は伊勢原、海老名、町田。2018年に登場して今年でデビューから5年目。しかしまだまだ車内はピカピカです。座席はこんな感じで2列プラス2列の結構ゆったりとした座席。リクライニングはこの肘掛けの黒いボタンを押して止まるまで倒しますが、結構硬いです。こんな感じ。まあでもデビュー当時と比べればだいぶマシになってきたかなという印象ですね。昔と比べれば、まあだいぶこのあたりも使いやすくなってきたのかなと思います。デビュー当時の GSE の座席って本当にもうリクライニングとか硬かったですからね。なかなか倒れなくて大変だったんですが、それ以外の部分もだいぶ最近では柔らかくなってきました。このテーブルもそう。この GSE では背面テーブルではなく、このように肘掛けから取り出してくるタイプのインアームテーブルと、それからこの壁に設置されている小型のテーブル2つが用意されておりまして、テーブルを回転させてボックスタイプで使用する場合でも、そのテーブルを使えないことがないようにということで設計されています。先代の小田急のフラッグシップ車両 VSE の場合は壁から取り出してくるタイプのね、テーブルというのも存在していたんですが、この GSE にはそういったものはなく、基本的にはこの壁に備え付けられております白い小さなテーブルと、この茶色インアームテーブル、この2つだけとなっておりまして、まあ、そのあたりに関しては VSE よりも使い勝手は向上しているのかなという気がします。座席の背面はこんな感じで割とシンプル。簡単な絵文掛けやペットボトルホルダーなどはありますが、しかし結構シンプルな背面となっております。また床にはこのようにカーペットが敷かれていて、ちょっと高級感がありますし、前の座席の下のところはこのようにガバッと開いていて、前の座席の下のところに足を突っ込むこともできます。またそもそもこの GSE は歴代の小田急ロマンスカーの中では特にシートピッチが広いものとされておりまして、確か1020ミリとかあったんじゃないかな、結構広いです。そのため普通にね、足を伸ばさずに座っていても比較的全国感覚は広く、ゆったりとした空間を味わうことができます。これありがたいですね。歴代の MSE とかエクセとか VSE とかも確かに快適っちゃ快適。いや、まあ、MSE はちょっと微妙ですけど、まあ、大体そういった車両はね、みんな、まあ、そこまでめちゃくちゃ広いというわけではありませんでしたので、個人的にはこれぐらいのシートピッチがあってくれた方がありがたいです。また、肘掛けには一人一つコンセント。小田急ロマンスカーでは2017年にリニューアルデビューした3万型エクセアルファからこのコンセントと設置が始まりましたが、前席についたのはこの GSE が初めて。他の形式、例えば茶色い未更新のエクセですとか、それから6万型の MSE には、ね、こういったコンセントの設備はありません。結構ね、このあたりがいいんですよね。個人的にはこの
角度がね絶妙なのがすごく好きです。あとはこの幾何学模様のこのモケットっていうのかな、茶色とか青とかこういった様々な色が使われている、まあ、これもですねなんか美術館の中にいるような雰囲気がしてとても好きです。中も開放的ですからね、窓も高さは1メートルあって非常に大きく、歴代のロマンスカーの中ではこれが最大です。さあ改めてこの背面を映しているわけですが、上についている2つのフックは、これはコートなどをかけておくための絵文掛け、あとはお弁当などを持ってきた時にねビニール袋をかけておくためのそのフックでもあると思うんですが、注目すべき額の下のところです。小田急最新運行情報とかいろいろ書いてある冊子が入っていますが、この部分にはですねなかなか他の鉄道会社では見られない設備があります。まず一つこちらがペットボトルホルダー。ペットボトルホルダー自体は他の車両でもたくさんありますが、しかしこういうタイプのは結構珍しいです。またこちらにはですねこれ傘をしまっておくためのこういうゴムみたいなのがありまして、これありがたいですね。雨の日にロマンスカーに乗った時に傘の置き場に困るとかいうことがまあ割と問題視されておりましたので、 XA でもこういうゴムはついていますが、 GSE はそういった悪天候時の対応も欠かせません。まあ、実際ねなんか特急とか新幹線に濡れた傘持って乗り込むとその傘の置き場所に困るみたいなこともありますんで、そういう時にはやっぱりこういうものがあると非常にありがたがられるんじゃないかなと思います。実際僕もね雨の日に GSE 乗ってここに傘突っ込んだこと何回もあります。またデッキと客室を仕切る扉のところはこのように半透明、まあ、曇りガラスのような感じになっておりまして、下に行けば行くほどこの半透明度が低くなっていく、まあ、つまりこのように曇っていくというような仕様になっています。なぜこのような仕様になっているのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、こういうのもねなかなかあの個室感を出しつつ、しかしデッキとそれから客室を一体的な空間に見せて、その客室全体を広く見せる、そのような工夫がなされてるんじゃないかなと思います。この部分とか全部ね壁にしてしまってもいいんじゃないかと思いますが、しかしそうすると客室が狭く見えてしまいますので、客室を開放的な空間に見せるにはこういったガラスの扉というのが結構重要になってくるんじゃないかなと思います。さて今ですねちょうど通過してるのが海星とかその辺なんじゃないかなと思いますが、先頭車両にやってきました。先頭車両小田急ロマンスカーの名物、このように展望車になっているわけですが、展望車はこのような感じで網棚がありません。さっき僕が乗っていた一つ手前の6号車は網棚があったんですが、この7号車展望車に関してはこのように完全に網棚などはありませんで、非常に開放的な空間になっています。網棚がない特急車両ってなかなか全国探してもないと思うんですけどね。その代わりに大きな荷物スペースがありますので、スーツケースなどはそこに突っ込めばよろしいということで、結構ね、こういうのはありがたいと思いますよ。もちろんね、網棚があった方が嬉しいというお客さんもいるでしょうし、網棚からすぐ荷物を取れるようにしてくれた方が便利だというお客さんも多分いるんじゃないかと思いますが、しかし、そういった意見を切り捨ててでも、このように車内の眺望性を確保してくれた小田急には本当に頭が上がりません。もう歴代のロマンスカーの中でね、この GSE が一番の最高傑作だと思いますよ。VSE も VSE であれはね、いい車両だと思いますけど、でもやっぱり、まあ、様々な部分を加味すると、やっぱしょうがないことではあるんですけどね、登場が2005年で古いですから、まあコンセントがないっていうのがやっぱりね今の時代には合ってないのかなという気がします。列車は酒場川を渡って、そして間もなく新松田の駅を通過するところですが、こんな感じでもう非常にこれ眺望が優れているんですよね。横の窓も前面の窓も非常に大きく取られているので、連続的な景色を楽しむことができます。こういう風な車窓の楽しみ方ってなかなか他の鉄道車両ではできないと思うんですが、これがまあこのロマンスカーだけに言えたことではありませんけれども、展望席を持っている車両の特徴です。そして列車は間もなく新松田駅を通過するところですが、ここでですねなんとこちらです。2022年度ダイヤ改正で定期運行を終了し、今年の秋には完全引退する5万型 VSE。今日はですね、団体列車ということで、小田急線内を走り回っていたんですが、それがちょうどこの新松田で停車をしていました。その横を、この最新型のロマンスカー GSE が通過。なかなか列車に乗っていて、こういう視線で景色を楽しむことってないと思いますけどね。左側からは、特急富士山号や、それから小田急の新型車両が甲州走される時に使う松田短絡線が合流してきました。JR 御殿場線に直通する特急富士山号はあの線路を使って、JR 御殿場線と小田急線の間を行き来しています。そしてこの先、新松田と次の駅、渋沢の間が小田急線で最も駅間距離が長い区間なんですが、個人的にはね、ここが小田急沿線で一番自然が豊かな区間だと思います。また中間車、僕がさっき乗りました6号車に戻ってきましたけれども、6号車もまあそれなりに開放的ではありますが、ただ側窓のすぐ上のところにこうやってね、網棚って言っていいのかな、荷物棚がありますので、先ほどの先頭車のような開放感はありません。まあそれでもこのように側窓が高さ1メートルもありますんで十分ではあるんですけどね。しかしやはり個人的にはこの GSE
に乗るのであれば1号車もしくは7号車先頭のアミララがない車を強くお勧めします。まあとんでもなくでかいスーツケースとか持ってくんだったらさすがにねちょっとやめた方がいいかもしれませんが、しかしまあ1泊2日とか日帰りとかで箱根に観光に行くとかそういう時であれば、まあ、特別な理由がない限り1号車もしくは7号車の利用を個人的には強くお勧めします。やっぱり開放感があってなおかつ全面展望ができるっていうのはまあ結構なステータスになりますからね、小田急の車両の中では。さて今度はデッキにやってきました。5号車のデッキですけれども、ここにもですね荷物スペースがあります。さっき軽くその荷物スペースの話をしたと思いますが、客室内だけではなくこのようにデッキにもこんな感じの超大型スーツケースもしっかり入りそうな荷物スペースがあります。ただ、成田エクスプレスとか、それから特急ハルカのそれとは違って、ロッカーみたいな感じにはなっておりませんので、ちゃんとそのあたり荷物に関しては自己管理といったところで、盗まれても知りませんよ、というようなスタイルになっています。これでね、鍵付きのスタイルだったら、多分外国人観光客にも受けていたんじゃないかと思いますが、そこはさすが世界の主要国の中でも特に治安がいいとされている日本を走る鉄道のだけのことはあるなと思います。ちなみにこんな感じで2列プラス2列の座席が並んでいるのが、これが通常の GSE の車内なんですけれども、これもねまたトンネルとかに入ると雰囲気が変わってくるんですよね。この車内が暖色照明になっているということもありまして、この座席の雰囲気がね、これがこの真ん中の赤い部分、赤いのかな、これ茶色い部分がですねアクセントになってより落ち着いた雰囲気を醸し出してくれます。あとはこの枕のところが黄色になっているのも、これもまたいいですね。編成の真ん中、確か4号車だったと思いますが、こちらには車椅子対応座席なんかもありまして、しっかりこのように肘掛けを上に跳ね上げて車椅子の方が楽々この座席に座ることができるように、そのような機能もしっかり整えられております。そしてこれはですね、この海側だけではなく山側にもしっかりこのように車椅子対応座席が用意されているんですが、ご覧ください、この広さ。これ今はね新宿行きなんでこのスペース使われてませんけど、これが逆に小田原行きとか片瀬の島行きとか箱根湯本行きだったら、この大きな窓全部一人で使えるわけですからね。前の座席というのが存在しないから、いやここいいな、めちゃくちゃ快適じゃないですか。多分人一人が独占できる鉄道車両の窓の大きさとしては、個室を除くとこれが一番でかいんじゃないかなと思います。いやどうだろう、西武のラビューもあれもまあまあでかいですけど、あれといい勝負じゃないですかね。さすがに個室とか言い始めるとねちょっとキリがなくなってくるんであれですが、多分個室とかではない一般客室の中でという話をすると、おそらくこれが一番大きいものになるんじゃないかなと思います。7両編成2本が在籍する7万型 GSE、 この車両は2017年に日本車両愛知県の車両工場で製造されました。こちら真ん中にはトイレなんかもありまして、ここがゆったりトイレ、要するに多目的トイレですね。こんな感じの円柱形になっていて、中で車椅子が回転できるような構造になっています。かなり大きいです。ここまで大きくなくてもいいだろうって思っちゃうんですけどね。このようにいろいろ AED などもしっかり装備されておりまして、非常に使いやすくなっています。他の号車にもトイレなどは一応設置はありますが、しかし一番規模が大きいのはここですね。ユニバーサルアクセスと書いてありますが、車椅子の方やペースメーカーをつけている方、あとは乳幼児をお連れの方などはこのゆったりトイレでトイレを済ませたり、まあ、あとは赤ちゃんのおむつ替えをしたりなどをすることができます。まあ、そんな新幹線のトイレほどにめちゃくちゃ広いというわけではありませんが、まあ、しかしある程度のスペースはしっかり確保されていて、それなりに広く、まあ、結構小田急ってね車両の規格が他の鉄道会社と比べると小さいんですけれども、でも小さければ小さいなりにそれなりに頑張ってるんだなと思います。結構広いと思いますよ。こんな感じで扉の動きもスムーズですが、個人的に気になるのはここですね。この使用中と空きのランプ、これ昔からずっと同じやつ使い続けてるんですよ。さすがに昔の別のロマンスカーで使ってたやつをこっちに転用してきたとかするんじゃないんですけど、デザインは基本的にずっと昔からこれで変わってませんね。いつまでこれ使うんだろうって感じなんですけど、まあ、これがロマンスカーの一つのアイデンティティのような気もしています。こちらにはペットボトル用のゴミ箱と、それからクズ物入れ、そして AED、 しっかり AED はねこの多分4号車にしかないんじゃないかな。一応ですね各編成1箇所このように用意されております。またこちらには何のために設置されているのかわからないこのような窓もありますが、まあ、これは光を取り込むためという理由もまああると思いますけれども、まあ、トイレ待ちの時に暇を潰す用の窓なんじゃないかなと思います。ここもし窓なくてね普通に塞いでしまったりすると、トイレ出てきた時にここで人が待っていたらちょっと気まずいじゃないですか。やっぱりね、あ待たせてちゃったんだな、そういうその待たせていた側の不安を解消するためにこのように窓をつけることによって、まあ、待ってたんじゃなくてここでただ単に景色見てただけか、そういう風に思わせる効果があるんじゃないかなと思います。知らんけど。そしてまたこちらにはもう毎度おなじみですね、男子トイレ、普通に小便器がここに設置をされております。まあこれは別にロマンスカーに限らず他の車両でもいろいろ見られますよね。まあ構造に関しては別にそんな特段変わったような雰囲気はありません。まあ割と一般的なデザインだと思います。
そしてまたこちらには乗務員室と書いてありますが、昔 GSE で車内販売をやったところは多分ここに詰めてたんじゃないかな、アテンダントさんとか、あとは車掌さんがここで業務をするなんていうこともあると思いますんで、おそらくはそういった場合にここを使ってたんじゃないかなと思います。そしてまたこちらは明確な表記はありませんが、多分ね、ここが多目的室、気分が悪い時とか、それから赤ちゃんに授乳する際には、ここを車掌さんに申告すれば使わせてもらえるという場合があります。僕は以前 E5 系新幹線の多目的室使ったことがあるんですけれども、それと比べると入り口は結構こじんまりとしていて、どうなんですかね、中がどれぐらい広いのかっていうのはわからないんですけど、やっぱりちょっと小ぶりなのかなという印象があります。そしてまたこの GSE には車内販売の代わりにこのような自動販売機があります。飲み物のね、箱根の森から、それからキリンの天然水、トロピカーナ、小祝の純正リンゴ、午後の紅茶、時期によって若干ラインナップは変わると思いますが、基本的にはこの辺りの商品がずっとこの自動販売機の中に突っ込まれています。パスも電波状況により使用できない場合がございます。こんな感じで車内にある自動販売機でパスモとかスイカとか IC カードが使えるっていうのはありがたいですよね。車内販売とかじゃないんですよ、これ自動販売機で IC カード使えるっていうのはいいですよね。列車は伊勢原のあたりを走行中、名物の高山謝罪城看板を見ながらずっとこの小田急線の線路を東へと進んでいきます。高山松太郎謝罪しろ、神奈川県知事黒岩祐治謝罪しろ、ちょうどこの辺りにね、あと10年ぐらいしたら新しい総合車両所と、それから新しい駅ができるということで、この辺りの開発も非常に楽しみではあるんですが、いや、こんなところに新しく駅なんか作って意味あるのかって思いますけどね。列車はまもなく伊勢原に到着。こんな感じで、昔は伊勢原に停車するロマンスカー少なかったんですが、最近はだいぶ増えてくるようになりました。丹沢大山観光の拠点ということで、観光客のほか登山客なども多く利用するこの伊勢原駅、ちょうどこれから東京方面に帰るというお客さんも多いんでしょうね。あとは単純にこの伊勢原の街の人口がそれなりに多いので、そういった地元住民の需要というのもそれなりに多いんだろうと思います。ちなみにこんな感じで液晶ディスプレイが搭載されたロマンスカーは VSA に続いてこの GSE が2例目となっておりまして、現役で多分特急列車でこういう風なディスプレイがついているのは首都圏の私鉄だとこれと、あと西武のラビューとスカイライナーぐらいなんじゃないかな。他ありましたっけ？ないですよね。確かリバティはあれはフルカラー LED だったと思いますので、こういう風な液晶ディスプレイタイプの車両っていうのは首都圏ではなかなか珍しかった気がします。新幹線だと N700S とかね、ありますけれども、でもやっぱり特急型だと珍しいんだよな。JR 型でも、あの HC85系とか、まあ、あとは成田エクスプレスの E259系とか、それぐらいで、他はほとんどいなかったんじゃないかなと思います。新幹線に視野を広げれば N700S がありますけれど、でも他はあんまりないですよね。列車は伊勢原に到着。ここで町田駅の急行電車を一本追い抜いていきます。昔はあの急行電車も新宿まで10両編成で運転されていたんですが、しかしコロナ禍でどんどん列車の減便が進み、あの急行電車も確か小田原から新松田の間は各駅停車で、新松田から急行になって、で厚木と座間、そして総武台前、小田急相模原の4駅しか飛ばさないみたいな、そういう非常に遅い急行電車に乗り下がってしまっています。昔通りのダイヤに戻ってくれないかなと思うんですけどね。列車最近めちゃくちゃ混んでるし。特急ロマンスカー箱根54号ということで、車内も非常に落ち着いた雰囲気です。今日は日曜日だったと思いますが、それでも意外と落ち着いてましたね。あ、今日土曜日か。それからこちらにはこのようにゴミ捨て場がありますが、このゴミ捨て場のある位置というのも実は結構重要になっておりまして、これは全て海側にあります。これですね、実は終点の箱根湯本駅はロマンスカーは絶対にこの奥側、この今画面の左側に映っている扉が開くということになっておりまして、その関係で箱根湯本駅でお客さんが降りるときに、この扉のすぐ脇のところにゴミ箱があるとお客さんが詰まってしまって、そして折り返し作業が遅延してしまう原因になります。そして折り返しのその清掃などが遅延すると、お客さん、折り返しのね、上り列車のお客さんが車内に乗れる時間が短くなって、さらにその上り列車の箱根湯本駅出発が遅れると、そういった原因にもなってしまう可能性があります。そのため小田急ロマンスカーでは一部の例外もありますが、基本的には箱根元に向かって進行方向の左側にゴミ箱が設置される風習があります。まあ、これは多分6両編成と4両編成のうちの4両編成のエクセとか MSE では多分ないと思いますけども、しかし箱根元に頻繁に行くこの GSE や MSE、エクセの前6両などは、みんな箱根元に向かって進行方向の左側にゴミ箱が設置されています。今通過したのが本厚木、最近ホームドアが供用開始されましたが、ここでもう一本の GSE とすれ違いました。列車はその先も順調に小田急線を走行し、もうすでに東京都内に入っています。今通過しているここが梅ヶ丘ですね。ホームドアがありますから梅ヶ丘だとわかります。
個人的にはね、まあ、確かにこの GSE 素晴らしい車だとは思うんですが、ただやっぱりね、他の鉄道会社が持っているフラッグシップ車両、例えば東武鉄道が今年スペーシア X 出しますし、それから JR 東日本には伊豆方面へ向かいますサフィール踊り子があります。でまた近鉄は10年前に観光特急の島風を出しましたし、現在のフラッグシップは2020年のダイヤ改正で登場した8万系の火の鳥、こういった素晴らしい性能を持った車両が他の会社にはたくさんあるんですが、そういった車両と比べてこの GSE はお世辞にも肩を並べられる車両とは僕は思っていません。東武のスペーシア X、 そして近鉄の火の鳥、島風、そういった素晴らしい車両がどんどん各地の鉄道会社でデビューしていますが、正直言ってロマンスカーのアイデンティティである全面展望を持っているからといって、この GSE がそういった他の会社のフラッグシップに肩を並べられるとは到底思っていなくて、個人的にはやっぱりそれらに匹敵する超豪華な特急車両が今の小田急には必要だなと感じています。そこで個人的にはね、あと4年後2027年に小田急は開業100周年を迎えますので、この GSE に代わる新たなフラッグシップを出してほしいなとやっぱりね思いますよ。箱根まで1時間少々しかかかりませんけど、まあ、それでもね、なんか車内で美味しいお弁当を出してくれたりとか、あとは GSE がデビューする頃まで VSE の車内で実施されていたアテンダントさんがお客さん一人一人の座席のところまでその食べ物とか飲み物を持ってきてくれるシートサービス、そういったものを持ったもう VSE の再来と歌われるような新しい超豪華なロマンスカーが出てくれたらいいなと思うんですけどね。その100周年のタイミングで、さすがに小田急もね、100周年をそんな軽んじて見てるとは思えないので、個人的にはその小田急開業100周年のタイミングで今まで見たことも聞いたこともなかったような素晴らしいロマンスカーを出してほしいなと思うところではあります。やっぱり小田急好きで、しかも毎日僕大学行くときに小田急使って通学してますんでね、僕も小田急にはそれなりに愛着があって GSE も何十回も乗っているんですが、今回改めてこの小田原から新宿まで乗ってみて、今の小田急には GSE に代わる新たなフラッグシップの存在が必要なんだなと再認識しました。まあ、もちろんこれはGSE がダメだとか、そういうね、GSE を下に見るような意図の発言ではないんですけれども、あくまで今の小田急のフラッグシップはこの7万型 GSE ですからね、皆さんもぜひ箱根観光などお出かけの場合には、この7万型 GSE 乗ってみてはいかがでしょうか。小田急電鉄の方からね、この7万型の運用あらかじめ公開されてますんで、それを狙って乗ってみるのが個人的にはおすすめです。それでは今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。